皆さんこんにちは、おいしい引き出しの英子です。今日はコーヒーとあんこのミニ食パンを作ります。とその前に、先日チャンネル登録者数がなんと10万人を突破いたしました。 YouTube を始めて今月で丸4年になるんですが、大きな大きなプレゼントをいただきました。いつも応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。これからも楽ちんで楽しくて簡単なパンレシピをご紹介していきたいと思いますので、引き続き応援していただけると嬉しいです。というわけで、今回のパンレシピは大人気のコーヒー入りの生地にあんこを入れてパウンド型で可愛く焼いてみました。コーヒーとあんこの組み合わせがめちゃめちゃ美味しくて、我が家のスイーツ親方も大絶賛してくれましたよ。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それでは生地作りスタートです。材料です。強力粉、きび砂糖、塩、スキムミルク、インスタントコーヒー、ぬるま湯、無塩バター、練乳、そして予備発酵用のドライイーストとぬるま湯。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵をします。40度くらいのぬるま湯の中に分量のきび砂糖の中から1つまみ、だいたい 1g くらい入れます。そこにイーストを振り入れて、イーストをよく溶かします。今日はきび砂糖を使いましたが、上白糖やグラニュー糖などお好みのお砂糖で大丈夫です。イーストをよく溶かしたら、このままブクブクと泡が立ってくるまで10分から15分くらい放置します。ちなみにただいまの室温は22度です。次に粉類を合わせます。強力粉、予備発酵に使った残りのきび砂糖、塩、スキムミルク、空気を含ませるようによく混ぜ合わせておきます。次に仕込み水にインスタントコーヒーを溶かしておきます。30度から35度くらいに温めたぬるま湯。仕込み水の温度は季節によって変わります。春と秋は30度、冬は35度、夏は常温か冷水を使います。この中にインスタントコーヒーを溶かします。今日はこういうね、スティックタイプのものを使いました。これ1袋に 2g なんですね。なのでちょうど2袋で 4g になります。先ほどね、イーストを混ぜるときに使ったこのちょい混ぜマドラ、ちょい混ぜ棒なんだっけ忘れちゃった名前。これで混ぜます。はい、イーストの予備発酵が終了しました。10分でこのようにブクブクになっています。これを先ほど作ったインスタントコーヒーを溶かしたぬるま湯の中にくるくると回転させながら、ジャッと移します。そうするときれい。ここに先ほど合わせた粉類を半分ほど加えます。少しずつ加えて、その都度よく混ぜるようにすると混ぜやすいです。よーく混ぜて、このように滑らかになったら、これで OK です。蓋をして10分室温に置いておきます。はい、10分経ちました。ではこの中に練乳と無塩バターを加えます。練乳は 15g、 チューブのものは測りながら入れています。無塩バターは室温に出すか、電子レンジで少しずつ加熱して、このくらい柔らかくしたものを使います。軽く練乳とバターをなじませます。この後、ハムスター混ぜの時にバターはよく混ざりますので、このくらいの塊は残っていても大丈夫。そしたら、残りの粉を全部加えます。最初はぐるぐる。その後、切るようによく混ぜます。全体に水分が回ったら、ハムスター混ぜ1分間。容器を立てて、上から手で押さえて、ヘラの根元を持って、向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜます。この辺にこすりつけるようにすると、あっという間に混ざります。うわ、コーヒーのいい香り。はい、1分ほど混ぜると生地の状態はこんな感じです。はい、これで OK。
ではボウルの周りをきれいにします。ヘラについた生地もきれいに落とします。そしたら下から上へ返すように生地の表面を整えます。この時ヘラにいっぱい生地がついていると この作業はとってもやりにくいので、ヘラはきれいにした方がやりやすいです。だいたい20回ぐらい返します。蓋をして30度から35度くらいの暖かいところに今度は20分置いておきます。私はいつものように熱いお湯を入れたカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきたいと思います。はい、20分経ちました。20分経つと水和が進んでこのように伸びるようになっています。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして20回ほど折りたたみます。伸ばして切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。向きを変えて伸ばして切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。これを繰り返します。20回ほど折りたたんだら生地の表面を張らせるように整えます。蓋をしてまた20分暖かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。それでは2回目のパンチを行います。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。今日はパンチ3回です。2回目と3回目のパンチは伸びにくいので、伸びにくかったら5、6回で OK です。伸びにくくなってきましたのでこのくらいで OK。 表面を張らせるように整えます。蓋をしてまた20分オーブンの中に入れておきます。カップのお湯が冷めていたら温め直すようにしてください。はい、20分経ちました。それでは3回目のパンチを行います。生地がなんかふっくらしてとっても可愛い。ひっくり返してポンポンして5、6回折りたたみます。ピューピューって鳴いています。表面を張らせるように整えたら2倍になったのが分かりやすいように平らにならします。蓋をして2倍くらいの大きさになるまで一次発酵させます。引き続き熱いお湯を入れたカップと一緒にオーブンの庫内で発酵させたいと思います。はい、一次発酵が終了しました。2倍くらいの大きさになるのに今日は35分ほどかかりました。では台の上に移します。ガスを抜きます。そして今日は三つ折り、でもう一回三つ折り、表面を張らせるように丸めます。この時底はしっかり閉じなくても大丈夫。固く絞った濡れ布巾をかぶせて
15分ほどベンチタイムを取ります。はい、ではハサミを使わずに簡単にできる敷き紙を作りましょう。今日使う型は100均セリアさんの18センチのパウンドケーキ型です。オーブンシートの上に型を乗せて、型から3センチぐらい出るようにカットします。測ってみますと、今21センチあります。だから20センチから21センチぐらいにカットします。これはね、別に測らなくても大丈夫。前はこの長さを少しカットしたんだけど、カットしなくても大丈夫です。このままでいけちゃいます。型を中央に置いて、そこに合わせて折り目をつけます。動画のように折ってください。はい、こんな感じで折り目をつけたら、少し内側に折りたたみます。そして型に戻して、折ったところを立ち上げて型になじませれば、これで完成です。はい、ベンチタイムが終了しました。では成形します。まず両面に薄く粉をまぶします。手のひらでガスを抜きながら少し広げます。そして綿棒で伸ばします。綿棒は中心から上、中心から下へ少しずつ転がして伸ばします。綺麗な面を下にしました。この部分を少し残しておきます。そしてこんな感じで伸ばすと四角くなります。あ、そうそう、今日は幅が15センチ、長さが30センチを目指して伸ばしていきます。このカードなんですけど、こちらが10センチで、こちらが12センチです。12センチプラス3センチでだいたい15センチぐらい。そしてカードは3枚分でだいたい30センチぐらい、このくらいの大きさで OK です。はい、ではここに粒あんを塗っていきます。この粒あんは今日は 70g 用意しました。で、生地のちょうど真ん中ぐらい、15センチのところにうっすらと印をつけました。それでこっちでもこっちでもどっちでもいいんですけど、半分のところにあんこを塗ります。あんこはね、もし冷蔵庫に入ってて冷たい状態だったら少し温めて使ってください。冷たいままだとね、こう塗り広げるのが大変なので、少し温かい方が塗りやすいと思います。で、このね、端の部分もしっかりと塗ってください。端の部分だけね、あんこ入ってないとちょっと寂しいので。私は粒あんの方が好きなので粒あんを使いましたけど、こしあんがお好きな方はもちろんこしあんでも OK です。こしあんの方が塗りやすいかもしれない。端の方までしっかりとあんこを塗ることができたら、これで OK。 2つに折りたたみます。はい、この輪の部分をね、輪っかになっている方を手前にしました。はい、今15センチあります。ではこれをね、3センチのところで印をつけていきます。上の部分は3センチぐらい残して、それでカードでカットしていきます。一気にストンと下ろして切ります。それで巻き巻きです。巻き巻きじゃないや。ではねじります。ここを押さえてねじ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 で、ね、こうやって押さえておくといいですよ。ここを押さえながらねじるとねじりやすいです。5本全部ねじねじできました。では巻いていきます。今日はね、もうゆるく巻いてください。ゆるゆるゆるっと巻きます。巻き終わりはつまんで閉じます。はい、では
巻き終わりを下にして型に入れます。上からちょっと押さえて型になじませます。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。今生地がちょうど肩ぐらいの高さなので、肩から3センチぐらい出るまでが目安になります。乾燥しないように霧吹きで表面を湿らせます。オーブンの発酵機能35度で30分ぐらいから様子を見ます。今日は乾いた布巾をかぶせます。それでは行ってきます。はい、最終発酵が終了しました。じゃーん、見て見て、こんなに大きく発酵しました。35度で今日は30分でこのくらいの大きさになりました。オーブンは天板も一緒に180度に予熱をスタートしました。はい、測ってみると型からねちょうど3センチぐらい出ています。では牛乳を塗ります。そしてグラニュー糖を振ります。グラニュー糖はたっぷりめが美味しいです。こんなもんでいいかな。では予熱が完了しましたので180度から170度で23分を目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。180度で10分、170度で13分、合計23分焼きました。これで完成です。ありそうでなかったコーヒー生地にあんこを入れたねじねじミニ食パンはいかがでしたか。これはぜひ牛乳と一緒に食べてほしいなとスイーツ親方からのメッセージです。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。作ってみたいな、牛乳と一緒に食べてみたいなと思ってくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。10万人の次は20万人か、それともレシピ本か、61歳のチャレンジは続きます。皆さん、これからもコメントやグッドボタンで応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。